In this radio program, all the content will be shared in Japanese. For those who are interested in written draft, please check out my Patreon in the link. Thanks. アニメ先生のオタクラジオ。こんにちは、アニメ先生のゆうきです。アニメ先生のオタクラジオ、通称アニオタでは、日本生まれ埼玉育ちのアニメオタクであるゆうきがアニメが好きな人、いわゆるオタク向けの日本語学習者向けに情報発信する雑談ラジオです。僕が好きなアニメや気になったことなど役立つ日本語情報を話していこうと思います。すべて日本語で話すのでリスニング練習の教材としても役立ててください。番組の原稿文章を読みたい方は、僕の Patreon ページで特典として開放する予定なので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。こんにちは。初めての放送なので、まずは私について少し自己紹介をさせてください。私の名前はゆうきと申します。普段は秋葉原でツアーガイドをしたり、アニメ先生としてオンラインで日本語を教えているオタクな日本人です。2020年からオンラインでツアーをしたり、日本語を教えたりと、海外のオタク向けにお仕事をすることが増えたので、この度、情報発信の場としてこのラジオを配信することにしました。番組内ではいくつかコーナーを作って、日々の感想や便利な情報をシェアしていくことにします。よろしくお願いします。オタクのための日常会話。毎日の会話で使える表現を紹介するコーナー。今回紹介するのはこちら。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。この言葉は1年の始まりを祝う表現です。新年になって初めて会う友達や家族、同僚の人たちに使ってみましょう。利用例。 A さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。こちらこそよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。この言葉は敬語表現です。もし友達に対してカジュアルに新年を祝いたい場合は、省略表現として明けおめでも大丈夫です。日本人の若者は明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いしますを縮めて明けおめことよろなんて言ったりもしますね。オタクのためのおすすめアニメ。このコーナーでは1000作品以上のアニメを見た僕が特におすすめの作品を紹介します。もし見たことがある人がいたら、ぜひコメント欄で感想を教えてくださいね。記念すべき第1回目に僕がおすすめするのはこちら、バイオレット・エヴァーガーデン。これは暁かなさんによるライトノベルが原作のアニメです。戦争の道具として使われてきた主人公バイオレット・エヴァーガーデンが
元上官であるホッチンズの開いた郵便車で働く姿を描いた物語です。郵便車で手紙を代筆する中で人間らしい感情を学んでいく感動ヒューマンドラマ作品となっています。京都アニメーションが手掛けたこの作品はまるで機械のような美少女のヴァイオレットちゃんが物語を通して愛してるという気持ちや友情、家族との愛などを気づかせる描写がとても芸術的です。ヴァイオレットちゃんは武器としての強さを持つ反面、人間らしい常識が全くない脆さを持ち合わせています。そんな彼女が成長していく姿からは目が離せないこと間違いなしです。とても感動できる話が多く、特に10話の愛する人はずっと見守っているは僕の中でも一番好きなアニメエピソードの一つです。本作はアニメ版全13話の他に OVA と劇場版2作が出ています。アニメ版はネットフリックスオリジナル作品なので、まだ見てない人はぜひ試してみてください。教えてアニメ先生。この番組では毎回日本語の文法やわからないこと、日本の文化や知りたいことについて答えるコーナーです。今回はまだ何も質問が来ていないので、今後いただくお便りを紹介していこうと思っています。なのでどしどし送ってきてください。よろしくお願いします。さあ、ということでアニメ先生のオタクラジオ、あっという間ですがお別れの時間です。番組では皆さんからのお便り、ご質問、感想など何でもお待ちしています。番組詳細欄内のアンケートリンクからどしどしご応募ください。始めたばかりでまだまだわからないことだらけなので、番組改善のためのアドバイスなどももらえると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまた次回、ありがとうございました。お前はもう死んでいる。なに？オラ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 。If you're a big fan of Japanese anime, as known as otaku, these phrases must ring a bell. But how about all the other casual conversations or phrases? As a Japanese teacher and serious otaku guy, I'm always here to motivate you to study Japanese language with your passion for anime. For those who got bored of studying at a desk or memorizing a bunch of words and kanji,I'm sure you can keep listening to anime-related conversation. アニメ先生と一緒に楽しく日本語を勉強しましょう。ここから先は上級者向けに日常会話レベル、つまり少し早めのスピードでもう一度同じ内容の文章を読み上げます。自信のある人はこちらも聞いてみてくださいね。
こんにちは、アニメ先生のゆうきです。アニメ先生のオタクラジオ、通称アニオタラジオでは、日本生まれ埼玉育ちのアニメオタクであるゆうきが、アニメ好きな人、いわゆるオタク向けの日本語学習者向けに情報発信する雑談ラジオです。僕が好きなアニメや気になったことなど、役立つ日本語情報を話していこうと思います。すべて日本語で話すので、リスニング練習の教材としても役立ててください。番組の原稿文章を読みたい方は、僕のペイトリオンページで特典として開放する予定なので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。こんにちは。初めての放送なので、まずは私について少し自己紹介をさせてください。私の名前はゆうきと申します。普段は秋葉原でツアーガイドをしたり、アニメ先生としてオンラインで日本語を教えているオタクな日本人です。2020年からオンラインでツアーをしたり、日本語を教えたりと、海外のオタク向けにお仕事をすることが増えたので、この度情報発信の場としてこのラジオを配信することにしました。番組内ではいくつかコーナーを作って、日々の感想や便利な情報をシェアしていくことにします。よろしくお願いします。オタクのための日常会話、毎日の会話で使える表現を紹介するコーナー、今回紹介するのはこちら。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。この言葉は1年の始まりを祝う表現です。新年になって初めて会う友達や家族、同僚の人たちに使ってみましょう。利用例、 A さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。こちらこそよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。この言葉は敬語表現です。もし友達に対してカジュアルに新年を祝いたい場合は、省略表現として明けおめでも大丈夫です。日本人の若者は明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いしますを縮めて、明けおめことよろなんて言ったりもしますね。オタクのためのおすすめアニメ、このコーナーでは1000作品以上のアニメを見た僕が特におすすめの作品を紹介します。もし見たことある人がいたら、ぜひコメント欄で感想を教えてくださいね。記念すべき第1回目に僕がおすすめするのはこちら、バイオレット・エヴァーガーデン。これは赤月かなさんによるライトノベルが原作のアニメです。戦争の道具として使われてきた主人公バイオレット・エヴァーガーデンが、元上官であるホッキンズの開いた郵便車で働く姿を描いた物語です。郵便車で手紙を代筆する中で、人間らしい感情を学んでいく感動ヒューマンドラマ作品となっています。京都アニメーションが手掛けたこの作品は、まるで機械のような美少女のバイオレットちゃんが、物語を通して愛してるという気持ちや友情、家族との愛などを気づかせる描写がとても芸術的です。バイオレットちゃんは武器としての強さを持つ反面、人間らしい常識が全くない脆さを持ち合わせています。そんな彼女が成長していく姿からは目が離せないこと間違いなしです。とても感動できる話が多く、特に10話の愛する人はずっと見守っているは、僕の中でも一番好きなアニメエピソードの一つです。本作はアニメ版全13話の他に OVA と劇場版2作が出ています。アニメ版は Netflix オリジナル作品なので、まだ見てない人はぜひ試してみてください。教えてアニメ先生、この番組では毎回日本語の文法やわからないこと、日本の文化や知りたいことについて答えるコーナーです。今回はまだ何も質問が来ていないので、今後いただくお便りを紹介していこうと思っています。なのでどしどし送ってきてください。よろしくお願いします。さあ、ということでアニメ先生のオタクラジオ、あっという間ですがお別れの時間です。番組では皆さんからのお便り、ご質問、感想など何でもお待ちしています。番組詳細欄内のアンケートリンクからどしどしご応募ください。始めたばかりでまだまだわからないことだらけなので、番組改善のためのアドバイスなどももらえると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまた次回、ありがとうございました。